こんにちは、吉谷さん。なんか外れを引くことも買い物のうちですよね。まあ最初は、3万4万のものを買って当たりをつかんでおいて、まあそれを段取りにしてね、本当に欲しい10万20万の方に挑んでいくって感じですけども、今回ね、エイリアンウェア新しいの出ましたけども、私のパソコンね、本体だけで70万するんですよ。で、金額だけじゃないんですけども、今回出たパソコンの一番いいやつ、例えばね、40万ぐらいのやつがあったと思うんですけど、エイリアンのね、やっぱスペックね、数年前に買ったこっちの方が上ですね。まだまだ。そう考えると、ちょっとマイナーチェンジぐらいなんですかね。多分、来年とか再来年には、ドカーンとしたやつがね、エイリアンからも出ると思いますんで、まあ、それがね、だいたい100万ぐらいだったら、買ってみようかなと思いますね。Windows も11に切り替わって、多分、その今、半導体不足とかで、かなり苦戦してると思いますんで、まあ、高級パソコンについてはね、コスト無視で、突っ込んでくると思うんで、多分100万超えとかになるんじゃないですかね。エイリアンウェア新作が出るとしたら、いや、それを狙いたいかなと思いますよ。今インテルの Core i9 とか使ってるんですけども、これ以上のものは多分ね、相分出ないと思うんですけど、まあまあまあね、だんだん、最初 Chromebook 1万4000ですか、あれから始まって、本当買えば買うほどパソコンのスペックも上がって、上がると同時に収入も上がってるって感じで良かったんじゃないですかね。いや、これがね、稼ぎもしないのにね、いいやつばっかり買ってっても完全なる社会のカモなんですけども、稼いだ金額のね、 1% ぐらいパソコンでも使っていいかなと。とても稼いだ金額の 1% のパソコンってあんまりちょっと市販されてないんですけどね。でもそんな感覚じゃないですか。で、考えてみたら、そのお金って稼ぐことと使うことで成り立ってるんですけども、稼ぐにしても使うにしても、その金額がどのぐらいなのかによって扱えるお金のスキルって、まあ、大雑把に言えば変わってくると思うんですよ。毎月、ちょっと申し訳ない言い方になるけども、毎月20万30万を稼いで20万30万を使うのがやっとだと、まあ、その範囲で収まってしまうかなと思うんですけども、やっぱり100万円とか200万円を毎月稼いで使っていると、そのね、数倍の速度でどうやったらお金使ったらいいのかとか、使うお金をどのように稼いでいこうかとかっていう、まあ、思考の幅って広がってくるし、レイヤーですよね、階層もかなり深くなるのかなと思うんですよ。そういう意味で言うと、過去に私はだいぶ借金をしましたけども、借金ってただ借金のゲージが増えるだけじゃなくて、例えば100万円を借金したら100万円何かに使ってるわけですよね。だから稼いではないんだけども、借金をすることによってこっちの使うっていうスキルはどんどん磨かれたんだと思います。100万円使ってその原資を稼いだんじゃなくて借りている、でも使ったっていう現実はあるわけですよね。で、お金を使って何かにお金を使えば、お金を受け取った人との関係っていうのはやっぱり、それが借金で買おうがどうしようが関係はね、深くなると思うんですよ。でもどうですかね、お金全く使わずに、もしくはちょっとしかお金使わずに人との関係を深くしようと思ったら、それなりの人間的力量が必要だと思いますけども、人間的力量がない時って多くのお金を使った人を、やっぱりこう、人っていうのは大事にしてくれるんで、例えば、チビチビチビチって言ったらね、言い方がまたいやらしいんですけども、数千円のものしか買わない人を、どれだけ大事にできるかって言ったら、それは全部お金じゃないと言いますけども、結局、数千円しか使ってない人に、自分の大切な人生の時間を割くのって限界があると思うんですよ。でも、例えば、300万円のものをね、ポンと買ってくれたら、それこそ、1年とは言わないけども、3ヶ月なり半年ぐらいは300万払ってくれた人にしっかりとサポートできるなっていう体制を整うと思うんですよね。まあそういう意味で言うと、高額な商品を売ってる人にこそ、まあ正義があるのかなと思いますし、高いものを買う人にこそ、やっぱり主導権があるっていうのは、まあ変な話じゃないかなと思うんですよ。もちろんそういうのが傘に来てね、いや、嫌なことをすると、それはそれでね、使ったお金が汚れてしまうのかなと思うんですが、さあ、いろいろと申し上げましたけども、私は振り返ってね、かなりの借金をしましたけども、その借金、例えばね、数千万の借金をしたっていうことは、数千万円何かに使ったってことなんで、使うスキルはやっぱり、まあ、普通の人であるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それが多分、稼ぐスキルに転化して、なんかお金に対する考え方を、一躍させてくれたんではないかなと振り返るんですけども、どうですかね。まあ、吉谷さんも、借金をしながら、なんかね、会社の損失を穴埋めしたりとか、従業員の給料払ったりみたいなことしましたけども、でも、少なくとも、支払い日に何とかして間に合わせたっていうのは本当だと思うんですよ。値を上げずにね。で、最終的には、自分の借金ということになって、かぶったまま会社を離れるわけですけども、結局それも、返済という帳尻が合うわけじゃないですか。それはやっぱりね、
一目置かれることになると思うんですよ。例えばあのネオヒルズ社長がね、吉野さんを話して、手放してあの借金どうするのかなと思ったら、あの少ない再生数できちんと返してるわけじゃないですか。これは見直したと思いますし、あ、やっぱり鍛えた甲斐があったなっていうふうに、ね、美味しいとこ取りするかもしれませんけどね。まあでもあの私から見てもそうだし、世間体っていうかね、まああんまり広い世間じゃないんですけども、狭い世間から見ても大したもんだなと思いますよ。あれでしょ、2000万ぐらいあったわけじゃないですか。やっぱり2000万の借金を数年で、ね、5年ぐらいで返せる人はなかなかいないと思いますからね。大抵一生背負っていく借金じゃないですか。で1000万2000万っていう金額はやっぱり人が値を上げる金額ですからね。あの返すことを考えるとか、返すために何か知恵を絞って商売をやるっていうよりも、自己破産とかね、債務整理みたいなの真っ先に思い浮かんじゃうのが現実だと思うんですよ。だから商売的に言うとすごくずるいっていうかね、貸した金を返さないわけですから、どんな事情があっても自分が借りたものはやっぱ人に返していくっていうかね、それが私は普通の人の道だと思うんですよ。もちろんあの死ぬほど悩んでいるんだったら命と引き換えにするほどではないんで、それはあの法にのっとってね、整理していけばいいと思うんですけども、まあでもね、ここでねちょっとかっこいいこと言えば、債務整理なりね、自己破産をして返済の義務はなくなったとしても、体制が落ち着いた時にお金を借りた人に法律を超えたところでね、個人的なけじめとして少しずつ返していくぐらいの姿勢は、まあいい感じのね、ビジネスマンとかね、なんかこう返してほしいなっていうかね、それはやってほしいなと思いますね。なんかね、法律が認めたからどうこうとかじゃなくって、まあ一人の人間としてね、なんか返せたらかっこいいじゃないですか。法的義務はなくなったのに、いやでも、お金借りて返してもらえないなんて気の毒だよねって。なんかね、万田銀次郎さんが言ってたんですよ。なんか取り立てに行って全然お金返してくれなくって、でなんかね、射程とかが、兄貴こいつらから取れませんよ、もうええんちゃいますって言ったら、アホ抜かせえって言うわけですよ。そしたらまた公平っていう、公平っていう弟子がいるじゃないですか。あ、でもこの人らかわいそうやないですか、これで追い込んだらとか言ったら、何を言いとるんや、金を貸して返してもらえん方がよっぽどかわいそうやつから、本当にその通りだって。あのセリフいつも笑っちゃうんですけどね。あの万田銀次郎みたいな怖い人がお金を貸して返してもらえない方がよっぽどかわいそうだってからね、万田銀次郎がかわいそうっていうのがいいですね。まあ次回楽しみに。